それでは、ただいまご紹介に預かりませんでしたございますが、本日はこの場にお招きいただきまして、大変嬉しくありがたいことだというふうに思っております。お時間およそ90分ほど頂戴をしておりまして、まあ、その後に今、ご質問ご意見があれば、まあ、やり取りもさせていただきたいなという感じで考えております。全工程で、まあ、2時間というふうな、まあ、段取りを考えておいてないように、この辺まで私が喋っていいのかなという感じもございますが、まあ、そのような段取りになっているようでございますので、まあ、よろしくお付き合いをいただければと思う次第でございます。そこでですね、まあ、自己紹介も兼ねてということでございましたが、そもそもですね、本日の、まあ、私がここに、まあ、参上いたしましたわけですが、今ちょっと、まあ、確認をさせていただきましたところ、実は私の話のタイトルを決めていなかったということが判明をいたしましてですね、私も昨日の夜ぐらいからどういう風になっていたかなということを確認しようと、この打ち合わせメールをずっと辿っていたのでございますが、どう探しても演題を決めたという証拠がなくてですね、なんかどうしたのかなと思いつつ、まあ、今日来たんでございますが、やっぱり決めていなかったということで、名無しのお話という感じに、まあ、なってしまいました。まあ、めったにこういうことはないのでありますが、まあ、初めてではないですが、なかなかレアケースでございますけれども、まあ、ということなので、まあ、この場で自由に決めていいという感じ、でさてどうするかということですが、今ちょっと、まあ、瞬間考えたところで、タイトルを、まあ、次のようにしようかなと、したいかなと思います。すなわち、窒息死をどう回避するか、これがまあメインタイトル、窒息死をどう回避避けるかですね、回避するか。で副題が今の日本の経済社会という、まあ、そんな感じの、タイトルでいこうかなというふうに 今決断をした次第でございます。窒息死をいかに回避するか、今の日本の経済社会ということでございます。で、まあ、そこでちょっと、まあ、自己紹介っぽいに、まあ、若干絡むことを申し上げるとすればですね、まあ、私がこの革新婚というご主催の皆さんの声をお書きいただいて、私がこういうところに今参上してお話を申し上げるということであれば、まあ、多くの皆様においては、まあ、さぞやですね、まあ、私が、ひたすらこのいわゆるところの、まあ、アベノミクス、私的に言えばアホノミクスの、まあ、まあ、最近はありがとうございます、アホノミクスのあの上にドをつけるということにもなっているわけでございますけれども、この、まあ、私が出てきたからには、まあ、定めしこのド・アホノミクスの、まあ、悪口を、ひたすら、言いまくるのであろうというふうに今、ご推察の方が、まあ、多かろうかというふうに今思うところでございます。もしそのようにご推察であるとすれば、それはその通りございますので、まあ、お付き合いいただければというふうに思います。まあ、その通りではございますが、まあ、その悪口シリーズを、まあ、今の状況の中に、まあ、しかるべく位置づけて考えていこうというふうに思っております。で、まあ、この安倍政権ご承知の通り、まあ、かなりの程度、やばいところに、まあ、追い詰められてきているということで、なかなか余命いくばくもないかもしれないなという、まあ、雰囲気になってまいりました。まあ、これはこれで非常に今を、まあ、めでたいでございますね。まあ、最も私といたしましてはですね、ここまで、まあ、この情熱を、まあ、傾けて、ド・アホノミクスの打倒のために日々頑張ってきた身といたしましてはですね、ここで、その打倒の的がなくなると、いうことに、まあ、なりますとですね、そのおかげでちょっと調子が崩れるんではないかなと、いう気がしたりいたします。この、アホロスで
病気になるかなというような、まあ、そういう心配をさえする必要が出てきたというのはなかなか結構なことだと思います。でそれはそれで、まあ、今国会で野党にも大いに頑張ってもらいたいというふうに思うのでありますが、まあ、もしこの、まあ、仮にこうアホノミクス政権そのものが、ここで、まあ交代というようなことに仮になるとしても、その次に何が出てくるかということは非常に予断を許さないところでございます。まあ、憲法改正というようなこととの絡みで言えば、この今の自民党でこの憲法改正を論議している顔ぶれの中には、まあ、ひょっとするとこのアホノミクスの対象を上回るようなひどい混乱を抱いているこの人たちが、まあ、明らかにいるわけでございますので、まあ、どういうふうになるかわからないということがあります。であればこそ、今このアホノミクスの下で、何がどういうふうになっているのか、どこがその本質的に、最も、まあ恐るべきことでところであるか、どこを、まあ、打倒しようしないし尽くさなければいけないのか、というようなことを我々はしっかり押さえておく必要があるというふうに今思います。そこのところをしっかり整理今できていれば、もし次にまた別のものが来て、アホノミクスに代わる名前を考えなければいけないとしても、この十分準備が整っているということになると思いますので、まあ、そのようなことも含めて、このアホノミクスの向こう側にあるものもまた確実に今、やっつけていくためにも、この今、アホノミクスの問題点を徹底的に整理しておこうと、まあ、そんな思いを、この本日の呼吸困難、窒息死をどう回避するか、今の日本の経済社会というタイトルにちょっと込めてみたいというふうに思ったわけでございます。というわけで、ありますが、じゃあこの話をどういうこの、まあ、段取りで進めていくか、ということでございますが、まあ、ざっくり分けて、まあ、3つのテーマ、に今フォーカスをしながら、お話を進めて、いきたいというふうに今思います。でその3つのテーマそれぞれ、に今見出しをつけると、すればどういうことになるかというとですね、このテーマその1はですね、今年は何から何年目という問いかけですね。今年は何から何年目の年でしょうという、問いかけについて、まあ、まず考えてみたいというふうに思います。そしてテーマその2、それが今ちょっと、まあ、言いかけておりましたが、テーマ2が政策がもたらす呼吸困難というテーマについてお話をしたいというふうに思います。本日の演題のメインタイトルが、まあ窒息死をどう回避するかと、今の日本の経済社会のということでありますが、この窒息死に向かって我々を追いやっているのがどうも、政策が作り出した呼吸困難症状ではないか、そういうふうに私としては非常に今思うところがございまして、ですね、その辺のところをちょっと踏み込んで見ていこうというわけで、まあ、ございます。というわけでテーマその2が政策がもたらす呼吸困難、ということです。そして3番目のテーマ、これが最後のテーマになりますが、その見出しはどうなるかというと、それは、すなわち今最も問いただすべきことというふうにしたいと思います。今年は何から何年目という問いかけから始まって、政策がもたらす呼吸困難に着目をし、そして最終的に今最も問いただすべきことは何かというところに帰着していく、まあ、そんな、まあ、段取りで本日のお話を進めていきたいと考えております。で、まあ、その流れの中に、まあ、ふんだんに、アホノミクスと悪口を、まあ、散りばめていこうという、まあ、そういう感じで、考えている次第でございます。というわけでありますが、まずはその、まあ、今年は何から何年目という話ですが、
ご承知の通り今年は2018年でございますが、この今年がこの、まあ、あることから150年目であるということがやたらに世の中でこう、まあ、喧伝され続けて今日に至っておりますね。この、まあ言うまでもなくという感じになっておりますが、それはすなわち今年が明治維新から150周年の年であるということですね。まあ、それが盛んにこの、まあ、世の中的に今盛り上げられておりまして、ですから、まあ、NHK の大河ドラマも、まあ、瀬古殿をやっているとこういうふうな格好になっているわけでございます。でこの明治維新から150年目というのをこのチームアホノミクスはですね、ものすごい勢いで盛り上げようとしているという感を非常に強く持ちますね。ともかく今年は明治維新から150周年という記念すべき年でございますというこのめでたき年に今日本経済を大いに盛り上げ、強い日本を取り戻しましょうというような感じで、まあ何かにつけて明治維新、明治維新ということがこの、まあ、政府からガンガン発信されてくるということが、まあ、ございます。これが私としては実に気になるところで、まあ、ございます。実は確かに明治維新から今年は150周年目でございますが、それとは違うこの歴史上の大きなイベントとの関わりでも、今年は非常に、まあ、ある意味では画期的な年だというふうに思うので、まあ、そっちの方に我々としては目を向けるべきではないかと思っているのでございます。じゃあそれはその今我々が明治維新じゃない何に、この何から何年目であるかっていうことに目を向けるべきかっていう話はこれからちょっと、まあ、してまいりますけれども、そこに入ります前に、このなぜ今この、まあ、アホノミクス政権において、明治維新から150周年というのをここまでやたらに盛り上げようとしているのか、実際問題といたしまして、まあいろんな、まあ、自治体が主催されます、まあ、講演会などで、まあ、お話を、まあ、しますと、まあ、私を呼んでくださる、自治体というのは割合にこう勇気ある自治体と、いうことに、まあなるのでございましょう。この、まあ、前川前、文科事務次官ほどではないとは思いますが、やっぱり、私の同性もそれなりにマークされているかなという気がいたします。実際にちょっとそういうような感じのことを、自治体の方から聞いたこともございますが、まあ、そういうことも、まあ、ある中で呼んでくださる、自治体で伺ったお話ではですね、この明治維新、150周年記念、ということで何、か話を持っていくと、極めて容易に国から金が出るというこの、まあ、ことになっているし、実際にお宅の自治体では、もうなんか明治維新150周年絡みで何かやらないんですかっていうこの圧力が、こうかかってくるというような、こともあるそうでございますので、非常にまあいわば国を挙げて、明治維新150周年で、まあこうお祭りにしようという感が濃厚でございます。なぜそうなのかということでありますが、理由は非常にはっきりしているというふうに思います。というのはこのチームアホノミクスの大将が、実はこの、まあ、明治維新が大好き、なのでございます。彼はですね、いろんな大きな演説、国会で行われる所信表明演説とか、施政方針演説とか、そういう場において非常にしばしばですね、あの時の日本人にできたことが今の日本人にできないわけがないじゃありませんか、という言い方をいたします。で彼があの時の日本人という時のあの時っていうのは2つ、実はございます。1つはこの、まあ戦後の高度成長期でございますね。1960年代後半を中心とする高度成長期、その最終場面で東京オリンピックがあったわけで、まあ、ございますが、その第1回目の東京オリンピックがあったわけですが、その、まあ、高度成長期が彼が言うところのあの時の、まあ一つであります。
そして彼が言うあの時のもう一つが明治維新の時ということなんですね。でこの2つの時において、まあ、日本人が示した、彼的に言えば気概、誇り、そういうものを、まあ、今我々は取り戻さなければならないということを、まあ、盛んに言うわけでございます。だからこそどうしてももう一度東京オリンピックも、まあ、やりたいという話にはなってくるのであろうと、まあ、思うのでありますが、まあ、ということでですね、まあ、あの時がその2つの時なわけでありますが、まあ、あの時はそれこそ一つは150年前、もう一つは、まあ60年近く前という感じに、60年以上前ですかということになるわけで、あの時と今とでは、日本の経済社会はまるで違うこの、まあ、姿になっているわけでありまして、あの時の日本人がやる必要があったこと、やらなければいけなかったことを今の日本人がどうしてやる必要があるのかという大きな問題があるというふうに今思います。あの時はもはやこの時ではないのでありまして、この時の日本が当面している問題はあの時の日本が当面したものとはまるで違うわけです。あの時、あの2つの時の日本は、まあこうまあ、いわば、追いつけ追い越せの時の日本だったわけでございます。明治維新の時の日本はもう本当に、頑張らないと、それこそ頑張らないと、まあ、植民地、どっかの植民地になってしまうかもしれない、国が完全に潰されちゃうかもしれないというような状況にあったわけでございますし、高度成長期というのはまさにこの、まあ終戦、敗戦によって、まあ、焼け跡経済と化した日本を、まあ、一刻も早く立ち直らせていかなければ、日本の人々、市民たちが、まあ飢え死にしちゃうというような状況からの脱却、が大きなテーマだった時期でございます。そういう時の日本たち、日本人たちが、まあ、やらなければいけなかったこと、必死でやり遂げたことと、今この時の我々日本人たちが考えるべきこと、やらなければいけないことは全然違うわけで、まあ、ありますのに、あの時の日本人にできたことが今の我々にできないわけがないじゃないですかというこの、まあ、煽り方ですね。これは非常に気持ちが悪いというふうに今思います。そしてですね、この、まあ、明治維新の時にまさにこの国民を煽り立てるために、まあ、盛んにこう、まあ、喧伝された、3つの、まあ、言ってみれば4文字熟語というか、4つの漢字言葉が、まあ、ございましたね。それは何かというと、それは1にすなわち富国強兵、そして2に殖産興業、そして3に立身出世、ということですね。この、まあ、こう富国強兵のために、まあ、挙げて、それこそ1億、あの時はまだ1億はいなかったんですけれども、そう活躍しなければならないと、このお国を強くするために産業を起こす、そのために今その当時の、まあ、人々は、まあ、そう活躍しないといけませんよと、それをやれば立身出世ですっていう、まあ、そういう時代だったわけですね。このそういう時のこう、まあ、感覚を持って、この、まあ、我々は、強くて誇りある日本を取り戻さなければいけない、そういうことをこう、まあ、やりたがっている人にとって、この明治維新150周年というのは実に実に、この嬉しくてワクワクしちゃう、この、まあ、タイミングなんだ、そういうふうに今、私にはこうとてもとても強く、まあ、思えるので、まあ、ございます。実際にそれこそこの自治体のいろんなこの施設などで、講演で行ったりするとですね、あちこちに結構その明治維新150周年記念というポスターが、結構貼ってございます。ここにもまさかないだろうとは思いますけれども、ありますか。でこれはですね、この明治維新、100周年、明治維新150周年、なんだっけな、イベント、推進対策室
というような名前のものがですね、内閣府の中に設置されているんですね。でそこで貼ってあったポスターもよく見ると下にその内閣の推進室の名前が書いて、ございます。そういうのがあちこちに貼られているわけで、私はですね、それを見たら必ず剥がしてしまおうというふうに、ここでも剥がして返さないといけない、返らないといけないのかなっていう感じが、あったりいたしますが、そんな感じでも、国を挙げてその明治維新150周年の思いに、富国強兵、殖産興業、立身出世の、思いに浸ろうじゃないかっていう感じに、なっているというのが、恐ろしいなと、思うところでございます。と申しますのも、これは、ここにおいでの皆様に、もはやあえて申し上げるまでもないことだというふうに思っておりますけれども、このチーマホノミクスが、目指しているもの、最終的にたどり着きたいと思っているゴールはどこにあるかというと、これはもう明らかに、21世紀版の大日本帝国を、作り上げるということである。そういうふうに、考えて、全く間違いはないというふうに思います。と申しますのも、これはですね、チーマホノミクスの大将ご本人が、ご自分の言葉でそれを我々に教えてくれております。と言いますのもですね、この安倍首相は、第一次安倍政権2006、7年の時から、今日に至るまでもうずっとですね、自分が目指すところは、戦後レジームからの脱却であるというふうに明言をしてきております。戦後レジーム、戦後体制ですね、戦後体制から脱却すると、いうことに、自分はこの、目指すところの最終ゴールを置いているのだということを、盛んに言っているわけでございます。で、じゃあそれは何を意味するのか。戦後レジーム、戦後体制から脱却する、というのは、どういうことであるか、ということですが、これは考えてみれば実はものすごくシンプルな話でございますね。戦後という枠組みから脱却したい、戦後が嫌だというのであれば、もう行けるところは一つしかございませんね。戦後が嫌ならば、もう戦前に戻るしかない、わけで、ございます。今から未来永劫ずっと戦後は戦後なのでございますから、それ嫌ならもう戦後戦前に立ち戻るほかはないということになります。そして、しからば、日本における戦前の世界とはいかなる世界であったかといえば、これはまさしく大日本帝国の世界であったわけでございます。明治維新の富国強兵に始まって、端を発して築き上げられた大日本帝国、それが戦前における日本の世界でございます。というわけで、戦後レジームから脱却したいということになれば、それはおのずと、この21世紀において戦前の大日本帝国の世界を復元するということにどうしたってなってしまうわけでございます。それ以外のオプションはちょっと戦後が嫌だという限りにおいてはどうしたって出てこないわけでありますので、おのずと彼らの目指すところは21世紀版大日本帝国の構築、そしてこの21世紀版大日本帝国が21世紀版大東亜共栄圏に君臨するというここを目指しているということが、非常にこの親分のご本人の口から出た言葉ではっきり確認をすることができるわけでございます。大日本帝国を構築したい、だからこそ今のこの現行憲法はどうしたって変えなければいけないということにおのずと話はなっていくわけで、この辺はロジックが実にある意味では、すんなり整合的につながっているわけであります。彼らがいろいろ繰り出してくるもろもろさまざまな政策のすべてがみんなこの、21世紀版大日本帝国の構築というところに紐づいている。この大いなる下心のもとにいろんなことがやられているということですね。最もここまではっきり明言していることはもはやちょっと下心とは言えないですよね。下心というのは一応隠してるから、下心、それを隠してるやつをこう探り当てるというのが
まあ、仕事になってくるわけですが、そこまで露骨に言っちゃってるやつはもはや到底ちょっと下心とは言えないですね。ああいうのはまあ何というのか、下心ではなくて上心とでも言うべきものなのかと、まあ、思っちゃいますけど、まあ、そこがゴールだということで、全てを考えて、だからこのやたらこの明治維新150周年をこう盛り上げるのも、このまさにそれは、この21世紀版大日本帝国づくり、という自分たちのモチーフにものすごくよくこう合致する、それをものすごくよく裏打ちしてくれるものであるから、この明治維新モードに150周年モードに我々をこう、まあ、どんどん追い込んでいこうとしているということで間違いないだろうというふうに今私には思えるので、まあ、ございます。だからこそ地域の皆さんにもこの、まあ、自治体にも、まあ、どんどん金出しますから、これでやってくださいということにもなるのであろうというふうに今思うところでございます。ということで、まあ、彼ら的にはチーマホノミクス的には今年は明治維新から150周年、ということで、まあ、ございますけれども、我ら的には、そういう彼らの、まあこうまあ、悪しきモードに絡め取られてしまわないためには、我々として、今年を何から何年目であるというふうに、捉えるべきかということも、まあ、合わせて考えたいというふうに思います。そういうふうに考えたときに2つのことが言えると思います。2つの重要な何かから今年は非常に節目の年になっているということが間違いなく言えると思います。1つはこの1つの重要な時から今年は100年目でございます。そしてもう1つの我々が今本当に思い出すべきであると思われる出来事から今年は実は50年目でございます。だからこの150というやつをそのまま受け止めるのではなくて100と50に分解して我々は受け止めておくといいなと思うのでございます。今年は何から100年目なのか、そして今年は何から50年目なのか、と言いますとですね、まずは100年の方からいきますと、今年は100年前は1918年でございます。1918年というのは何の年かというと、これは第一次世界大戦が終結した時でございます。まあ、そういう意味では非常にこの大きな、まあ、イベントの、がそこで起こったわけですね。人類初の世界大戦、が、まあ、1914年に始まったわけですが、まあ、なんとか収束に、たどり着いた。その意味では非常にこの平和が再び訪れた。ということで、記念碑的な記念すべき喜ぶべき年で、あったわけで、まあ、人々は、まあ、特にヨーロッパがご承知の通りこの悲惨な塹壕戦でひどい状況になりましたから、みんな喜んだわけでございました。ですけれども、このところがところがその後ものの20数年もしないうちに、人類は再び、この世界を挙げて悲惨な、そしてそのスケールにおいて第一次世界大戦には比べるべくもない、ついには原子爆弾まで落ちるという世界大戦に突入をしてしまったわけでございます。あの時の1918年の何に問題があったから、この第二次世界大戦に向かって、まあ、また車が回り出してしまったのか、というようなところをこの100周年という年に我々はしっかりこの振り返っておくということがとても必要なのではないかなという気がいたします。1918年の、講話というものが非常に中途半端なものに終わったし、そして、ドイツに対してあまりにも過酷な賠償請求をするというような格好にも、まあ、なる、そのような展開の中で、まあ、ヒトラーが台頭してくることを許すというような流れにもなってしまったわけで、まあ、ございますし、あまりにもその第一次世界大戦の前の時代の秩序にこだわるということがあったがために、この、まあ、領土をめぐる国々の争いというものがすぐさま再び今鎌首をもたげてきてしまう、まあ、そんなことになってしまった1918年であったわけでありますが、そこをやっぱり今振り返ると
いうことは実に実に重要なことだというふうに思います。と申しますのも、今この、いろんな世の中で起こっているいろんなことを、見ますとですね、それは非常にこの第一次世界大戦と第二次世界大戦の間の戦間期に起こったもろもろのおぞましいことを彷彿とさせる側面を持っているということが、言えると思います。典型的にはこのトランプ親父のようなおっさんが、チーマフノミチの大将もそうですけど、ああいうこの、自分さえ良ければ、ちなみにチーマフノミチの大将とトランプ親父さんの2人の非常に大きな共通点、それを一つの言葉で表現するとすればどうなるかというとですね、それはすなわち愛僕主義ということになると思います。愛僕の僕は僕ちゃんの僕愛国じゃないです、愛僕主義、というもう僕ちゃん僕ちゃんが大好き、僕ちゃんさえ良ければいいんだもん、僕ちゃんが絶対いつも勝たなきゃ嫌なんだもん、僕ちゃんだけが得をすればいいんだもん、というこの感じでございますね。そういう形で、このチーマフノミクスの大将は、お役人さんたちを、いいように今、使うって、こき使うと、そしていろんな悪いことに加担させるということをやる、ということで、ございますし、トランプ親父はもうイランなんか来ないという感じで、このもう本当に多くの国々が必死で、構築した核合意を、こけにするというようなことをやっておりますし、そしてこの中国との間で貿易戦争を起こそうとしていると、そして片やこのチーマフノミクスの大将は戦前の大日本帝国の復元を目指すと、そういうこの野望ですね。ですからこの戦間期においてはやっぱり第一次世界大戦前に持っていた力をもう一度復元しようというこの思いで、国民がいろんなことを言ったりやったりしているうちに第二次世界大戦に踏み込んでしまったということがあるわけでございます。ですから100年前のあの時に何をどう間違ったのか、何をどう踏み違えたのか、100年前にやってしまったと同じことをしないようにするためにはどこが今勘どころなのか、そういうことをきちんと振り返ることが非常に求められている時、それが今ではないかというふうに今思います。人生100年時代とかいうわけでありますが、この人生100年時代というのは変な形でチーマフノミクスが使おうとしている感じがして、気持ち悪いですが、その辺のことはまた後ほど申し上げますが、今年生まれた人が100年後に今年を振り返った時に、あの時、ちゃんとこの打倒アホノミクスをやっといてもらって本当に良かったなというふうに思ってもらえるようでなければいけませんし、100年後にこの今日この時を振り返る今年生まれた人たちが、なんであそこであんな奴らに、この角任されてしまったんだろう、我々の祖先の人々は、というふうに、思うようなこの境遇に陥っていないようにするためには、やっぱり今からその100年前を振り返る中で、今後の100年を、素晴らしく美しく清く正しいものにしていくための教訓を、受け止めるべきではないかなと、そういう気が非常にいたします。という意味で、この第一次世界大戦終結から100年、というのは結構意識しておくべきポイントだと思います。じゃあもう一つの50年の方は何かというと、今から50年前というと1968年でございます。1968年といえばというので、かなりピンピンと来るような方々がこの中にも少なくないのではないかなと、世代的にそういう感じがちょっといたしますけれども、1968年といえばどういう年であったか言うとですね、日本で、言えば、これは東大紛争の、起こった年でございます。そして世界的に見ても、この学生たち若者たちがこの反戦平和
ということで、この大きなうねりを持って立ち上がったのは1968年という年でございました。パリの、カルチェ・ラタンにおいて、学生たちが、大きな、反戦の機運を盛り上げるということがありましたし、アメリカでも、しかり、そして、ポーランドでもしっかり、ドイツでもしっかり、さまざまいろいろなところでですね、この、ベトナム戦争の泥沼に踏み込んでいく、政治に対して、反対の声を声高に今、上げると、そこには一般、市民と学生と、そして、労働組合ですね、組合運動の方が、まさに三位一体となって、反戦平和を訴えて、この体制に対して、体制を、やっつけようとする、大きな大きな力を結集したのが1968年で、ございました。そこから50年ということでありますから、それはやはりまたもう一度あの時どのような思いで、ここにおいで、そういう方がここにもおいでなんではないかと思いますが、どういう思いを持って立ち上がったのか、ということを振り返るということは、非常に貴重なこの教訓を得る、行為ではないかなというふうに今、思う、わけでございます。今年はだから68年50周年ですけど、ほとんどそのことが、話題になるということがありませんね。最近ちょっと少し、特にやっぱりフランスでは68年をどういう思いで振り返るかというような、ことは結構いろいろ、話題になっているようでありますが、あんまり盛り上がりません。日本では特にあんまりテーマになってきません。でこれはちょっとおかしいなと、思いつつ、あれこれこうちょっと調査をしておりました。面白いことを発見いたしました。というのはですね、1968年から今年は50周年ですけど、この10年前2008年の40周年、68年から40年目という時には結構、日本の津々浦々でいろんなその68年記念シンポジウムとかですね、展覧会とか、こう写真展とか、そのようなものが意外と行われていたということを、発見をいたしました。そういう記録が結構残っています。だから40周年というのは、それは周年といえばそうですけど、50周年に比べればちょっと半端ない。40周年の時は結構盛り上がっていたのに、この半世紀目というこの節目の時が、全然それがないのはどうしてだろうなとちょっと思って、ふと考えたのは、思いついたのは、2008年といえば、その次の年の2009年から、かの今や懐かしき、民主党政権が発足を、いたしましたよね。そしてそこに向かって、この2007年の後半、2008年と非常にこの、自民党一党独裁体制に関す、に今対するこの、人々市民の、反発怒りが、高まり、そしてその中で、歴史的な政権交代を、達成するという流れが、形成されていた時だったんですよね。だそういう中であったがゆえに、この、68年を振り返るという思いも、市民の中にも盛り上がり、そしてそれを受け止めようという、政治社会の姿勢というのも、あの時は結構盛り上がっていたんじゃないかなというふうに思います。社会環境がそういうこの認識をみんなで共有しようという方向に向いていた、そういうことを背景として、あの政権交代を、我々が選択したということがあったんじゃないかと思いますが、今はそういう思いをむしろどんどん押さえつけて、そういうことから我々の目を、どんどんこの反らして150周年の方に向けようとする力学が働いている、そんなところに来ているのではないかなという気がして仕方がございません。これもそのこの流れに乗っちゃうと、それこそ窒息死する方向に、民主主義が窒息死する方向に今連れて行って行かれてしまうわけでございますので、それを回避するためには150周年じゃなくて100周年と50周年を見つめていくということが、必要なんではなかろうか、
まあそんなふうに思う次第でございます。でそれが今年は何から何年目という第一テーマでございました。で第二テーマが政策がもたらす呼吸困難ということで、まあ、ございますが、まあまあ思えば今申し上げました通り、この150周年というやつも実は政策がもたらしている、呼吸困難だということが言えると思いますし、まあ、いろんな形でいろんなところで、まあ、忖度を、しなければいけない、いわゆるところの忖度という、まあ、実に不愉快な言葉ですが、そういうものを、まあ、人々が強いられるというのも、これもやはり政策、政治がもたらしている呼吸困難であるというふうに言って間違いないと思うのでありますが、まあ、それは全般的な状況として言えることでありますが、その中でもですね、特にこの、まあ、経済運営という、まあ、この辺が私の専門分野ということになりますが、まさにこのアホノミクスの中核部分において、この経済運営というこの、まあ、世界において実に政策が我々を呼吸困難、それからそこから先に待っている窒息死に向かって追い込んでいる、そういうふうに思えてならないのでございます。本来はこんなことはありえないことであります。政策というのは民間の、まあ、我々の経済社会が何らかの形で呼吸困難に陥っちゃった時に、その状態から我々を救い出してくれるために政策というものはもともとあるはずのものでございます。非常にこの収拾がつかないような、まあ、問題状況に今経済社会が陥った時、そこからこの、まあ、経済社会を救出する、そういうレスキュー隊の役割を果たすために、実は政策、政治、行政というものが存在する。でそのレスキュー隊の役割をちゃんと果たしてくれるであろうことを前提に、そこに期待をかけて我々は税金を払って、この政策や行政を養っているという、これがこの近代的な民主主義的な国民国家における国民と国家の関係であるというふうに、まあ、国民と政治行政との関係だと言って間違いないところだと思うのでありますが、ところがこの、まあ、大日本帝国復活の野心を野望を抱く、このアホノミクス政権の手にかかると、この本来我々を呼吸困難から救ってくれるはずの政策が我々を呼吸困難に追い込むという、この、完璧に盗作した世界が出来上がってしまっているというふうに思えるのでございます。経済運営の世界で特にそれが、まあ、言えると、まあ、特にというか全体的にそうですけど、経済の中にもそれが非常に色濃く現れていると思います。で、まあ、しからばそれではこの経済の世界において政策がどのような形で呼吸困難をもたらしているかということをちょっと見ていこうと思いますが、このテーマをですね、この人、物、金というこの、まあ、3つの視点から政策がもたらす呼吸困難を順次見ていこうと思います。まあ、順次でありますが、人、物、金というぐらいで人が一番重要で、人が、まあ、経済活動は人間の営みで、経済活動は人間を幸せにするためにあるわけでございますので、まあ、ですから人が主役なんで、主役はやっぱり真打ちを一番最後に取っておいて、一番重要度がその流れでは低い金のところから、本来はそうであるはずだと思いますね、の、まあ、金から金、物、人という順序で、この政策がもたらす呼吸困難を見ていきたいと思います。まず金の世界でございますが、金の世界における呼吸困難状態というのはどういう格好で出ているかということですが、まあ、金が取引をされる非常に大きな場所、大きな市場というのは、まあ、ざっくり言えば2つございまして、1つが株式市場、そしてもう1つが国債、国債というのは国が発行する債券の国債ですね、国債市場、この2つは金がやり取りされる非常に大きな、まあ、2大場面というふうに言ってよろしいと思いますが、この株式市場と国債市場というこの、まあ、金が主役である2つの市場、このいずれもが、この、ま
まあ、圧倒的にひどい呼吸困難状態に陥っているということが言えると思います。まあ、これは呼吸困難というよりはもうそれは通り越しちゃって、もう完璧に窒息死状態になっているというふうに言ってよろしいと思います。で、まあ、株式市場について言えば、これはもう皆様、このまあよくご存知のことだと、今やよくご存知のことだと思いますが、日本の株式市場においては、今や日本銀行の存在感が圧倒的に大きくなってしまっているということがございます。このまま日本銀行が、まあ、株式市場に、こう、まあ、居座っているとですね、まあ、こう日経平均を構成する日経平均株価を構成する主要企業のすべてにおいて、日銀がこの、まあ、安定大株主という、まあ、位置づけを持ってしまうということに今なっています。なってきております。で、株式市場関係者、いろんなその、まあ、プロの投資家たちの間では、もうもはやこの日本の株式市場は日銀というクジラによってですね、もう完全に今乗っ取られてしまっているというようなことを言っているそうでございます。なんせ年間6兆円という規模で、日本銀行が日本の株を、まあ、投資信託を通じて買い込むということをこの5年、この、まあ6兆円という規模は2016年ですかね、から、まあ、やり始めているということでございます。一つの1投資家が6兆円というような規模の金を株式市場に投じるということは未だかつてなかったことでございます。しかもそれが中央銀行であるというような、こんな状況は世界中どこを探しても日本しかございません。ちょっと北朝鮮はちょっと分かりませんけども、まあ、もしかしたらそうかもしれませんが、まあ、そういう言ってみれば北朝鮮並みっていうような感じの状況です。中央銀行というのは、まあ、要するに公的機関でございますが、でその公的機関が民間企業の株を、このスケールで、まあ、こう買い占めていると、これはもうもはやまともなこの民主主義体制下におけるまともな経済の姿ではない。これは端的に言えばファシズムでございます。経済ファシズムと言って間違いないということだと思います。民間企業の株が、まあ、下がる上がるも下がるも、まあ、要はこの巨大株主の日銀クジラの思うままということになっているわけでございます。日本の株価というのは今やこの日銀が許容する範囲でしか動かないという状態になっているわけで、まあ、ございます。ですから、まあ、日経平均株価がいくら、ものすごい勢いで上がってますというようなことを言ったって、そのことにはもはや何の意味もございません。これは要は日銀が作っている相場でありますから、この株価が本当に上がるような経済実態が日本にあるのかないのかなどということはもはやわからないということになっているわけでございますので、もう本当に、日本の株式市場は今や日銀クジラのおかげで死の海と化してしまった、というふうに言って、まあ、間違いないところでございます。全く同じことが、あるいはそれ以上の、まあこうスケールで国債の市場も完全に死の海と化しております。国債の市場に至ってはですね、もう、日銀がこれまたダントツの規模で、株を保有しているというこの、まあ、ことになっております。日本国政府が発行した、長期国債の4割は今や日銀が持っているということで、まあ、ございますので、この国債市場においても、まあ、間違いなくこれは日銀が許す範囲でしか国債の、まあ相場、そして利回りは動かないということに今なっているわけでございます。このもう巨大にして巨大中の巨大なる借金を抱えている日本国政府でございますから、そのような政府が発行する国債は非常に値段がどんどん下がっちゃう、
金利もどんどん上がっちゃうというのが当たり前のことでございますが、そのようなこう、まあ、実態を日銀がどんどんせっせせっせと日本国債を買うということに、まあ、よってその、まあ要は破綻している日本の財政の実態を隠蔽しているというそういう姿になっちゃっているということで、まあ、ございます。もうもはやこの、まあ、日本銀行はですね、日本の中央銀行でございますが、まあ、残念ながらこれはもうチームアコノミクスの、中央銀行支部、というふうになってしまっているという、まあ、チームアコノミクスの国際買取専門子会社、という感じになっちゃっているということでございます。こんな状況も、まあ、世界中で日本しかございません。これも北朝鮮は分かりませんけれども、そういう状況ですね。中央銀行が政府が言うがままに金をどんどん振り出していく、政府のための、政府のために金を振り出す打ち出の小槌、それが今日の中央日本銀行の姿でございます。これはもう実に今泣いても泣ききれない状態でございますけれども、それを、まあ、今の黒田日銀はもう危機としてやっていると、いうことでございますし、そしてですね、そのことをその実態を、まあまあ、これまた素直に今、表現するというか、何を目指しているかということをこれまたチームハノミクスの大将がものすごく分かりやすく言ったことがございます。あの人は非常に分かりやすく自分の魂胆をパロッと喋るという、ところが、まあ、ありまして、そこがなかなかこのコロッと口が滑るというのがなかなかこう分かりやすくていいところで、まあ、ございます。そのうちパロッと口が滑って、自分でアホノミクスと言うんじゃないかな、それをものすごく期待して待っているので、まあ、ございますけれども、まあまあ、そういうことも含めてポロポロとこういう、口走る癖がありますが、その、まあ、戦後レジームからの脱却というのもそういうことの一つですが、この金の世界をどう考えているかということについて彼は昨年次のように言ったということが、新聞で報じられておりました。すなわち、政府と、日銀の関係は親会社と子会社の関係のようなもんだから、この両者は、まあ、連結決算でいいじゃないかというふうに言ったということが報じられております。これは驚くべき、この、まあ、こう法律違反発言でございます。日銀はもとより政府の子会社ではございません。日銀は独立性を持って金融政策を営む通貨の番人として、事実的に働くために存在しているものでございます。日本銀行の独立性、政治からの独立性というのはその金融政策における自律性という言い方で、まあ、日本銀行法に明記されております。これは1997年に今、こう、まあ改定されました新日本銀行法にはそのことが明示的に書いてあります。で、それをまあ、法的に明記したのはですね、それ以前の、戦後間もない時にできました日本銀行法ではその政治からの独立性というのが十分には、こう担保されていなかったということで、まあ改定をしたわけですが、その、まあ、日銀が日本国政府の子会社ではないということを明示するために日本銀行法を改正するということが行われたにもかかわらず、子会社だもんねというふうに言っているわけで、まあ、ございます。で、連結決算でいいんだよねというのは、もういくらでも国債買ってもらっていいわけだよねと。で、まあ、政府と日銀の勘定をどんぶり勘定にしちゃっていいわけだよねと言っているわけでございます。この発言もまた間違いなく法律違反でございます。これは財政法に違反した発言です。財政法の第5条には日本銀行は決して政府から国債を直接相対で買い取ってはいけないというふうに書いてたわけでございます。まあ、今も事実上それをやっちゃってると言って決して過言ではございませんが、まあ、今は一応市場に出てきたやつを一投資家として買ってるということなので、まあ、
そういう意味では形式上は財政法破りではないですが、まあ、限りなくそれに近いけども、それをこの子が連結にしちゃっていいんだよねということは、制度上もこの日銀が政府から直接、まあ、国債を引き受けるということを解禁していいじゃないかと、解禁しようよと、いうことを、まあ、示唆しているわけでございまして、そんなことを考えている、まあというわけですが、まあ、なぜそんなことをチームアホノミクスの親分が、まあ企むかはもうお分かりだろうと思いますが、これはすなわち、21世紀版大日本帝国づくりのために湯水のごとく自分が使いたいように金が使えるようにするために、この財政と金融を一緒くたにしちまえと、こういうわけでございます。ですからこの彼 の、 あの日銀子会社発言は間違いなく21世紀版大日本帝国づくりという野望に直結しているわけであると言えると思います。でその魂胆に従って今の日銀は国債をせっせせっせと買っていくわけであります。そのことによって国債の市場ももはや完全に死にたいでございます。相場も利回りも日銀が許す範囲でしか動かないということで、もう凪状態になっちゃって、もうこれは死んでるというより腐ってるというふうに言った方がいいかもしれない。株式市場も国債市場も日本にとってはもう朽ち果てた海と、いうことに日銀クジラの存在によって朽ち果てた海と化している、というこの本当に窒息しちゃってるというふうに言えると思います。まあそれが金の世界における国政策がもたらす呼吸困難問題でございますが、次に物の世界に進みたいというふうに今思います。物作りの世界においてもやはり政策がもたらす呼吸困難問題というのが明らかに生じているというふうに私は思います。で、まあその証左、その証拠として現れてきているのが私は、この、まあ、最近における最近過去1年ちょっとぐらいにおいてやたらに企業のさまざまな不祥事がこの判明してくるというこの現象の中にそのことが現れていると私には思います。検査データの改ざん問題であるとか、この資格がない人が品質検査をやっているとか、まあ粉飾決算とかそういうものが次々と表に出てきているわけでございます。この現象をどう捉えるかということですが、まあ、この検査データの改ざんとかですね、まあ、あの無資格者による品質検査というようなことは、もうこの30年40年もう当たり前になっていて今に始まったことじゃないよというようなことも言われてはおりますね。で、まあ、それは事実としてそうなんでしょう。で、まあ、30年40年前からやってることだといえばそれはさすがにいかなるいかに私といえどもそれもアホノミクスのせいだとは、まあ、ちょっと言えないんじゃないのというふうに思われる方もおいでになろうかと思います。それはその通り30年40年前からやっていることがチームアホノミクスのせいだとは言えませんが、しかしながらじゃあなぜそれらのもう常態化していた行為が内部告発によって今表にボロボロ出てくるように今なっているのかということでございますよね。それについてはですね、まあ、私が思うのはそれはこのいくら30年40年前からやっていたことだといっても、それがあまりにもひどい、あまりにももう耐えられないような状況なレベルまで、不正行為が、まあ蔓延してしまったということに耐えられなくなった様式あるこの人々がそのことについて声を上げるようになった、もう声を上げざるを得ないようなところまで、そういうこの、まあ、問題行動が極まってきたということがあるんじゃないかなと、いう気が私にはある時から非常に強くし、まあ、するようになって、まあ、参りました。で、ですからじゃあということは今じゃあどうして今その目に余るようなところまで不正行為が極まっているのかというとですね、その背後にあるのが実はこの、まあ、2004、5年から盛んにこのチームアホノミクスがプロモーションをし始めた日本の稼ぐ力を取り戻すというこの大キャンペーン、
があるのでございますが、このことがどうも日本の企業たちを非常に追い詰めてきたということがあるのではないかなと思います。この日本の稼ぐ力を取り戻すという言い方が出てまいりましたのはですね、2014年に今彼らチームアホノミクスが発表いたしました日本最高戦略、最高は再び起こすと書いて最高ですが、日本最高戦略2014年版という文書の中に大きなテーマとして日本の稼ぐ力を取り戻すというテーマがございました。で、日本の稼ぐ力を取り戻すと、そもそも稼ぐ力を取り戻すという言い方そのものがなかなか品がねえなと思いましてですね、このやっぱこういうことを言うかと思って非常に引っかかったんですけれども、この日本の稼ぐ力を取り戻すという言い方で彼らが煽り立てていたのは、要するに日本の企業はこの、全然稼ぐ力がない、収益率がいくらなんでも低すぎると、この経常利益で見ようが、そのあの頃から、彼らが流行らせ始めた総資本利益率とか総資産利益率 ROE とか ROA とか、いうので見てももうまるで日本企業の収益力は国際水準に達していない、これでは国際競争に勝てない、これでは強くて、この大きな日本経済、大日本帝国をの、土台となるようなとなりうるような、この、強くて大きな経済は作れない、富国強兵の富国の部分をちゃんとやるためには、日本企業の稼ぐ力がもっと強まらなければいけないんだ、というのでやたらこの稼げというので、日本の事業を政策がこう尻を引っ叩くようになっていったというのがあの頃からの話で、ございます。攻めの経営をどんどんやっていかなければいけないのだ、ということを盛んに今、彼らは言い立てるようになりました。企業統治、コーポレートガバナンスという言葉がありますが、企業の、内部組織管理の体制、それを攻める方向に切り替えなければいけないのかという攻めのガバナンスという言葉を猛烈に彼らは流行らせるようになりました。本来ガバナンス、企業の内部統治というのはどういうところから出てきた、この企業の内部統治、企業統治を強化しなければいけないという議論はグローバルなレベルでも21世紀に入った頃から出ていたのでございますが、そのグローバルなレベルで日本じゃなくて企業のガバナンスを強化する必要があるという議論が高まったのは、まさしくこの企業がグローバル競争に明け暮れる企業たちがあまりにも稼ぐことばかりに固執して企業の社会的責任をないがしろにする、そういうことであってはダメだから企業統治を強化しなきゃいけない、こういう流れの中で企業統治という言葉は非常に今焦点を当てられるようになったわけでございます。ところがその関係をチームハムミクスは完全に逆転させてしまってですね、稼ぐ力を強化するためのガバナンスなどという言い方を使い始めるという、これはもう本当に本末がもう完璧に転倒していると、稼ぐ力に固執しすぎないようにするためにガバナンスを強化するというのが本来の議論でございますので、ございますのに、稼ぐ力を強化するためのガバナンスだというので、もっともっと企業のに今短期的に収益を上げるように、口を出し手を出し文句を言う、尻を引っ叩く、そういう社会重役をたくさん企業は迎え入れなければいけません、そういう物言う投資家にどんどん株を持ってもらわなければダメでしょうというような言い方をやたらにし始めたのがこのチームアホノミクスでございます。そういうもう稼げモードの政策の環境の中に置かれた結果として、企業たちがこのまともさ、まっとうな、真面目な経営を、打ち捨てて、この不正行為の方に今走ってしまう、ともかく稼いでますという数字を得なきゃいけないがために、この、不正行為がどんどん目に余る状況にまで講じていってしまった、そういう展開になったんじゃないかなという気が私としては非常に今するのでございます。
それを考えたときにふと思ってしまったのはですね、この企業の木という、企業の木は何の木っていうことを、その今の一連のことを考える中で私は思いました。企業の木はご承知の通りあの字でございますけど、企画とかの木ですが、あの木という字は、訓読みにするとどう読むか、というとですね、あれは、まあ、一つの読み方として企てというふうに読みますよね。で、あの企てという言葉は、まあ、どういうところから発した言葉か、ということをちょっと調べてみましたら、古い昔の、この言葉に企つとか企ちという言葉があるそうでございます。で、この企ちとか企つというのは何を意味しているかというと、このまあ、こうつま先立って伸び上がるというのが企ちという言葉の意味だそうでございます。要は伸び上がる、背伸びをするというのがこの企ちという言葉だそうであります。だから高いところに手が届くようにつま先立って伸び上がるというのが企ちということだそうです。で、そういう意味を持っているあの企ちという言葉を、字を企業の木に当てるというのは、それは私はなかなか、まあ、言い得てみようというか、いいネーミングだなと思いました。企業というのは常にちょっとずつ高望みをして今よりももっと高いところに到達しようとして、いろいろな工夫をする、創意工夫を発揮する、新しい今商品を生み出す、そうやって背伸び背伸びする中で、より良いもの、より良いサービスを社会に提供していくことによって、そのことのその企ちの報酬として利益を得ると、こういう関係にあるというふうに考えれば、企てるものとして企業を、まあ、ネーミングするというのは悪くないなというふうに思うのでございますが、しかしながらですね、この企業の木は、もう一つ読み方がございますよね。企ての他の企業の木の、こう読み方、それは何かというと、それは企みでございます。まあ、これは悪巧みにちょっと通じるということで、まあ、字は違いますけど、その企みということになってくるとだいぶニュアンスが違いますよね。でどうしても、悪巧みの方に今行っちゃう。だからそういう意味では今は日本の企業は、この企てるものから企むものに変わってきてしまっているのではないか。でその変身を煽ってきたのが、この稼ぐ力を取り戻せという、G マホノミクスの言い方。その彼らが稼げ稼げと煽り立てるがゆえに、どんどん息苦しくなる、呼吸困難に陥って、企業倫理というものが窒息死に至ると、やっぱりこういうこの関係が、あるんではないかというふうに思った次第でございます。これがまあ物の世界の話ですが、そしてついには人の世界にもこの呼吸困難をもたらす、政策の間の手が伸びてきているというふうに考えるべきところだと思います。その間の手の名前は何かといえば、それがすなわち働き方改革というこの彼らが打ち出しているやつであるというふうに言えると思います。この、まあ、働き方改革がどうしてそんなに悪いかと、あるいはいくらチーマーハロミクスが打ち出しているものだといっても、さすがにこれについては全面的にケチをつけるわけにはいかないんじゃないかと、思われている方も、良心的な、まあ、方であれば、まあ、そういうふうに考えられても、まあ、全然おかしくはないと思います。働き方改革ということで彼らが打ち出している、まあ、こう計画には3つの柱がございます。その1が同一労働同一賃金、その2が長時間労働の是正、そしてその3が柔軟で多様な働き方の推進と、こういうふうになっております。この3つはこのそれぞれを見る限りにおいては、さすがにこれは総ケチつけにくいんじゃないかというふうに思われる方も少なくなかろうかとも思いますが、そこでそのまかされてはいけないのでございますね。なぜかというと、この彼らがチーマホノミクスがそもそもなぜこの、まあ、同一労働同一賃金を提唱するのか、なぜ長時間労働を是正しなければいけないと言っているか、なぜ柔軟で多様な働き方を推進しようというふうに言っているのかというと、
これはもうひとえに労働生産性の上昇のため、労働生産性を引き上げるためにこれをやるんですということを言って、まあ、おります。この労働生産性というのは、まあ、ご承知の通りですけれども、まあ、1時間なら1時間の中で、まあ、働く労働者が生み出すものを増やす、労働を働く人たちの、まあ、生産効率を上げるということでございます。まあ、平たく言えば彼らが働き方改革なるものを打ち出している、唯一にして最大の理由は、労働者という名前の働く機会の生産効率を引き上げるということでしかないということでございます。それはもうその働き方改革実行計画というものの中にそう書いてあります。同一労働同一賃金をなぜやるのかというと、それはこのそういうふうにすれば、こう非正規雇用者もこう、まあ正規雇用者と頑張れば同じ給料がもらえるとなれば、非正規雇用者も非常にやる気が出てモチベーションが上がって頑張るから生産効率が上がる。だからこの同一労働同一賃金をやるんだ。長時間労働の是正もですね、だらだらいつまでも、まあ、残業してちゃダメだと言われれば、限られた時間の中でお仕事を終えようとするから、このせ、効率が、仕事の効率が上がって生産性が上昇すると、そういうことを狙っているのであるということでございます。柔軟で多様な働き方もですね、皆さんフリーランスになって、こうまあ、個人事業主になって、まあ、自分の専門性を、このまあ、やりたいときにやりたいようにやりたいだけ提供するという形で、まあ、報酬が得られるということになると、みんなものすごくこれまたやる気が出て頑張るから、とても生産効率が良くなると、そういう、まあ、しかもこのフリーランスになった人たちはいろんなもう面倒くさい労働法制で権利を守られてないから、いくらでも企業としてはこき使うことができる。そのようなこの、まあ、形でいずれも、労働生産性を上げるためにはこれらをやらなければいけない、だからやるんですというのが彼らの、まあ、動機でございます。決して、この同じ、まあ、成果を上げた人には同じ報酬が、与えられるのが働く者の当たり前の権利だから、それを確立しようと考えているわけではございません。そんなことは働き方改革実行計画のどこを見ても書いてございません。長時間労働の是正は、このそれをやらないと人が死んじゃう、過労死というような野蛮極まりない現象が起こる、そのような人権侵害を、日本において、この、まあ、撲滅する、そのために長時間労働の是正をするんだなぞということもまたどこを見ても書いてございません。ひたすらこの労働生産性の向上のためにやるんだということですね。一人当たりの生産効率が上がるということは、この、まあ、日本人、働く日本人全員の生産効率が上がるということで、そうなれば日本経済はより大きな規模を実現することができる、高い成長率を実現することができる、稼ぐ力も高まっていく、そうやって、この大日本帝国の21世紀版大日本帝国の、しっかりした土台となるような強くて大きな経済が構築することができる、それをこの少子高齢化の現状において、21世紀版大日本帝国の土台、経済基盤となりうる強くて大きな経済を作るためには、どうしても労働者一人当たりの労働生産性を上げなきゃいけないと、だからこれらのことをやるんだというのが、彼らの基本的というか彼らの構えの全てでございます。決して働く皆さんのためによりまともな、人権がしっかり守られている働く環境を確立するというようなことを、この微塵も考えているわけではないということを、我々は決して忘れてはならないというふうに思います。裁量労働制の各、こういう適用を拡大するとか、奇妙なる高度プロフェッショナル制度などというものも、みんなそういうことで、この、まあ、より効率的に人々を、大日本帝国会社のためにこき使う、そのためのフレーム作りのために、彼らが言うところの働き方改革という、この、まあ、
構想を打ち上げているということであることは間違いないと思います。そうやって、このより効率的な働き方を、強いられる形でどんどん我々もまた呼吸困難になっていく、息苦しい状態に追い込まれていくということで、ございます。驚くべきことに、働き方改革は一応実行計画が、まとまった。そして今の国会ではもう全然議論ができていませんが、それに基づいて実際にいい政策は打ち出せるということになれば、その次の段階として彼らが推し進めようとしていることが2つございますね。それは何かというと、その1が生産性革命。ここでもまた生産性が出てまいります。これは生産性革命というのは、AI とかですね、ロボットとか、IoT とかっていうような、そういうこの最先端技術を駆使して、もっともっと人々が生産性を上げてくれるという状況を実現してまいりましょう。これが生産性革命です。もう一つのすごいやつが人づくり革命でございますね。この言い方がまたすごいですね。人を作っちゃうということでございますから、お前は神かっていう感じになってくるわけでございますが、そのようなものも、大日本帝国の親分となれば、もうほぼ神格化されていいだろうみたいな感じで、この我々は市民、国民ではなくて、臣民という形で、こき使われることに、一億総活躍を求められるということになるということでしょうが、この人づくり革命の中身が恐ろしいのは、そこが教育に手が伸びてきているということでございます。人づくり革命の中軸を形成しているのは教育の無償化という話でありますが、ただほど怖いものはないことは明らかです。金は出すから口も出させていただきますと、最大効率をもってお国のために生産性を上げながら、教育直後を暗記していると、暗唱できる、そういう人を作っていこうという感じになってきているわけでございますから、本当にこの人に向かって伸びてきている、この我々の自由を、我々の人権を、我々の言論の自由を失速しに今追い込もうとする、そういう手が今や伸びてきているということでございますので、本当にここで働き方改革なるものの議論を国会でまともにできない状況に追い込んでいるというのは本当に、いいことだと思いますので、ここを本当に注意よく、野党に頑張ってもらわないといけないというふうに思います。というわけで、人、物、金の全てのにおいて渡って呼吸困難をもたらす政策の馬の手が伸びてきていると、この手を振り払っていかなければいけないというわけでございます。で、これらのこの手を振り払っていく、そしてこの明治維新150周年などという温度で踊らされないために、今問いただすべきことは何かというのが最後のテーマでございますが、今我々が奴らに向かって、奴らとか言って、問いただすべきことは何かというと、それはすなわち君の名はということだと思います。この君の名はというのを言うとですね、これ世代によってどの君の名を受け止めているかというのがイメージされているかがだいぶ違ってきますが、いずれにしてもこの君の名はと問いかけるというのが今必要なことだと思うんですね。というのはどういうことかっていうと、このチーマホノメキスは次から次へと非常に変な言葉を我々に向かって、繰り出してきますよね。でアホノミクスの、彼らでいうところのアベノミクスの典型ですけど、例えばこの働き方改革というこの言葉、これは我々は忘れてはいけないのは、この働き方改革という言い方は、別に経済用語でもなければ一般名詞でもなくて、そういうこの、当たり前のように使うべき言葉ではないということです。あれは明らかにチーム・アホノミクスが自分たちの都合に従って作った造語でございますから、これが当たり前の言葉のように我々が日常会話の中で、この、働き方改革、どうするとかいうふうに決して使ってはいけない言葉でございます。我が社の働き方改革なんぞということを絶対に言わないように、
そうやって敵のが作った言葉を当たり前の用語のように使うということは敵の術中にはまるということにつながっているのでございます。だから私は絶対にアベノミクスという言葉は使わないと、いうことでございます。でこういうその我々を絡め取ろうとする言葉には必ずその裏に魂胆がある、その裏に本当の名前があるということですね。この表向きの隠れ蓑の名前の向こう側にあるその君の名は何だ、ということを我々は必ず厳しく問いただし続ける、必要があるというふうに今思うので、ございます。例えばこの働き方改革と彼らが称しているもの、この、この名の、この、偽りの名前の背後にある本当の名前は何かといえば、それは、働かせ方超効率化のための企みというふうに、言えると、思いますし、裁量労働制とか高度プロフェッショナル制度というふうに彼らが言っているものは、その本当の名前は何かといえば、それはすなわち、ただ働き青天井化のための仕組みというふうに言うことができるだろうと、思うわけで、ございますし、そしてこの生産性革命とか、人づくり革命とか、彼らが言っているものの本当の名前は何か、というと、それはこの、お国のための人間大改造プログラム、というふうに言ったらよろしいかと思います。大日本帝国という、お国、21世紀版大日本帝国というお国を、作るため、その、お国の構築のためにそれに役に立ってくれるような方向に向かって人間を改造していく、そのためのプログラムが、生産性革命であり人づくり革命であるというふうに今考えるべきところであると、思うわけで、ございます。そしてもちろん、一億総活躍推進というのはもう言うに及ばず、あれは、一億総動員体制を作ると、21世紀版、大日本帝国のために全員一億総動員するというのが、あの総活躍推進という言葉の裏側に今張り付いている本当の名前であるということが、間違いなく言えるだろうというふうに思います。ですからいろんなことを彼らが言い出したときに、その彼らが繰り出してくる言葉、彼らが作り出すネーミングの後ろにある君の本当の名はということを確実にいつも問いただす、見極めるということをやっていかないといけないと、私は本当に強くそう思う次第でございます。でそういうことを考えているうちにあることを実は、思いついたのでございますが、私、もうおかげさまで、いろんな出版社から本を出しませんかと言っていただくことができて、いろんな、今どんなやつにしましょうかというような、お話を、したりなんかするんですが、そういうこと、そういう中で、次に今出す本ということですね。私はちょっとこの、アホノミクス用語辞典というやつを、出そうかなというふうに今考えているので、ございます。このチームアホノミクスがいろいろあの手この手で、繰り出してくる奇妙な、言葉群もですね、全部この、寄せ集め、かき集めて、ですね、それ辞書を編纂する。で、その辞書においては必ず、その世を忍ぶ仮の名前の背後にある本当の名前、そして、そのものそれらが、意図しているところというのを、全部きちんと書いておくというそういうやつをちょっとぜひ、作りたいなと、思っておりますので、ぜひご協力をお願いできればというふうに、思うところで、ございます。
本当に気をつけていないとですね、どんな言葉を彼らは一人歩きさせようとするかわからないというところがあります。絶対にこの、敵の言葉で語らず、ということは我々にとってものすごく重要なことだと思います。人のボキャブラリー、人の語彙を持って話すということはもう完全に、その人々の世界に引きずり込まれていくということで、ございますので、この我々は、絶対に今まかり間違ってもアホのミクス用語では会話をしないということを、心しておかなければいけないというふうに思います。本当にこの名前というのはものすごく重要な意味を持っていることは、間違いないと思います。そう思えばですね、これは洋の東西を問わずでございますけれども、このおとぎ話とかですね、昔話の中には結構この、名前を知られてはいけないとか、名前を知ることが決定的な、意味を持つというようなストーリーが、なかなか多いですよね。だからおとぎ話の世界ではこの、お兄さんでも神様でもこの本当の名前を知られちゃうと神通力を失うとかですね、この天の国に帰っていかなければいけなくなっちゃうとか、そういう筋立てって結構ありますよね。だからこの名前は聞かないでねっていうふうに、言いながらいろんなことをする人が出てきたりするじゃないですか。結構そのおかげで、みんな金持ちになったりとか幸せになれたりするんですけど、ついつい聞かないでねって言われているのに聞いちゃうから、ごめんなさい、それを言っちゃうともう正体バレちゃってもうダメですっていうふうに言われちゃう。そういう話って結構決して少なくないですよね。だからそういう意味でも本当にこの、本当の名前を知るか知らないかということは大きな意味を持っているというふうに思いますので、だからそう考えてみるとやっぱりいろいろその横島な野望や下心を持っている人たちはやっぱり変な言葉を隠れ蓑として使うっていうことがすごくあると思います。もうその塊なのがこのチームアホノミクスだというふうに今思いますので、実に気をつけて、おかないといけないというふうに思います。今あんまりまだ表に出ていないですが、これから前面に彼らが出そうとしてくるかもしれない言葉の、もう一つの言葉、これもアホノミクス用語辞典に絶対に入れないと思いますが、このソサエティ 5.0 っていうのがあります。何のことだか分かりませんよね。ソサエティ 5.0 っていうのはですね、ソサエティは社会を意味するソサエティですけど、ソサエティ 5.0 というのはどうも第4次産業革命を経て我々が到達する世界っていう意味らしいです。別名超スマート社会とかっていうふうに言ってですね、で第4次産業革命というのはこれまたよく分からない全然わかりませんが、これはこの、グローバルにも結構若干使われている言葉ですが、要は第4次産業革命っていうのはこのさっきもちょっと申し上げました、もう IT を、ふんだんに活用し、ロボットさんと人間が一緒に働き、ドローンがそこら中飛んでると、で、全ての、電気機器、家電のすべてが喋ったり、いろんなことを言ったり、なんか写真撮ってくれたりとかするっていう、そういう社会が、ソサエティ 5.0 らしいんですけど、そのソサエティ 5.0 のこの、それこそ生産性高き、一員として皆さん頑張っていただかなければいけないのですとかいうようなことを結構言い出すようになっております。ので、そういうところも含めて、ですね、敵の言葉で語らずと、いうことを胸と押しつつ、この政策がもたらす呼吸困難から脱却していく、完全とこうそれをはねのけていくというのが我々の仕事ではないかというふうに思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いをいたしますと申し上げましたところで、予定通り90分という時間が経ちましたので、
ましょうか。ご説明いただきます。どうも。